おはようございます。西田航です、えー。1月7日日曜日いかがお過ごしでしょうか。全日収録しておりますというところで、えー、いろいろ詰めております。まあ3連休中ですよね。ですが、えーっと、こちらですよ、えー。こちら。いろいろ詰めております。えー、っと、写真集、えー、こちら LSK ですね。並びにゲイズ同時発売いたします。1月24日から。 こちら、LSK 写真展、えー、西田渡、石井智彦さん、ドルキンさんの3名で、ドルキンさんもサンフランシスコからやってまいりますので、3人在労する時間がかなりの確率でありますから、その時間はちょっと追ってまた、皆様にご説明と言いますか、あのー、えっ、ー、と、あの発表しますので、まあ、基本的には僕はいるかなと。妻も、 てあのお手伝いしてくれるっていう、えー、ことなので、妻に物販お願いしつつ、ちょっと僕はこうフリーに動けるようにしていたりとか、妻が厳しければ僕はまあ物販してるのが思うんですけどそういった形で、あと石井さん、ドルキンさんも、あの、えー、来れる限り常に、あの、滞在、在労するっていう流れになると思いますので、その間にいろできることあると思うんですよね。3人揃えば、まさに門中、門獣、 波の以上の知恵が <laughs>、えー、文獣以上の知恵が出ると思いますので、いろんな企画や、た,ただだらっと喋ってるだけでもね、あの、なかなかコンテンツになりますからね、普通にその模様を収録しても面白いと思うので、えー、とはいえまあ、ね、多くの方々にお越しいただけそうな予感はありますよね、っていう形なんですけれども、ってとこで今日なんですが、えー、カメラを買う理由、そしてカメラで写真を撮る意味みたいなところを最近、 また僕は改めて考えている次第でございます。今まで、まあもちろんですが、写真を撮る意味とか、まあ僕は事業で写真をやっているっていうところもありますので、もちろん生きるすべでもあるんですけれども、とはいえ、まあ、この YouTube を始める前の商業カメラマン、クライアントがいて、クライアントからオファーを受けて、それに応えるっていう、まあ、どっちかというと、その誰々のためだけに撮るみたいな、あの、まあ、 ワンオフの写真ですよね。そこから若干シフトしてきていて、それこそこういった形で、自分らが、まあ企画を立て、こういう風な写真を撮ったら面白いんじゃないかっていうところで皆様に提案していく。まあそれは原始になっているのは、どっちかで僕の場合はこの YouTube だったり、支えていただいている皆様だったりっていう、そういった形になっているわけですけれども。 まあ本当に幸せな形ではありますね。なので、ちょっとでもね、皆様に写真って楽しんでもらえるかなとか、こういうのが面白いよとかっていう共有するね、気持ちで常に写真を取り組んでいて、なので、この冒頭の、えー、今日のね、写真、カメラで、えー、を買う意味、えー、写真を撮る、カメラで写真を撮る意味にもう、えー、回収になるんですけども、ね、やっぱり結局はカメラって写真を撮る行為も含めたり、 全てにおいてやっぱりコミュニケーションツールっていうところ僕が18歳で写真を始めた時のまあステートメントといいますかなんで僕は写真を撮るんだろうっていうところにまず18歳で写真を始めた時に考えたんですよねやっぱりまあ自身がなぜっていうところを常に自分の中で考える習性がついておりましてもう昔から自分はこの行ってる行為とか写真って楽しいなあって 思っていたんですけれどもその楽しいの根源が自分と向き合う楽しさがまず一つそして自分と向き合い、えー、場合によっては人を撮影し人の行いまあ例えば僕だったらミュージシャンの友達とかを撮影しライブなり、えー、アーティスト写真なりを撮ることによってあの先方からのリアクションをもらえるっていうね友人やそういったまあビジネスパートナーも含めて今だったら僕は視聴者の皆様だったりっていう形で写真集を出すことによる ご購入いいいたただりしてリアクションもらえるっていうあこういう撮り方あるんですねとかこちらのニューススタンダードポートレートとかもね本当に、えー、作家分も一瞬で完売、えー、してしありがとうございましたご購入ありがとうございましたということでポートレートの写真の面白さっていうところに気づいていただいたりっていうことでやってはいるんですけれどもやはり今回ねちょっと違うフェーズに入ってきたのはですねまあ妻とのコテも いや、あの、去年ね、開催はしたんですけども、いよ、いよ,いよと言いますか、えー、友人と、友人っていうところですよね。もう、あの、別に利害関係が特にある、えー、三人では、あの、三人ではないですから。<laughs> ただ気づいたら、利害とかを飛び越えて、楽しいことをやってると、写真集などを通じて、この写真集を仮に皆様が面白いと思ってくれて、ご購入いただけたら、三人の行動が、活動が気づいたら、ちょっとした事業になっていくっていう。 今年はパリを目指しつつそのパリも3人で行ったりそして、えー、こちらですよね <laughs> こちら、えー、今発売中の「カメラホリック」こちらの概要欄貼っておきますねカメラホリックも、えー、僕らあのー、連載を持たせていただくことが <laughs> それはもう一人に石井智子さんのおかげですけれども、えー、連載を持たせていただいたりそして編集長の松下さんと来年あ今年だ今年にはパリほど行きつつその流れで、えー、ウェツラー いきませんかっていうねあのー、こちほんとライカミュージアムとかありますからそういうのもね見てレポートして YouTube で皆様にお届けしてそして僕は、えー、うまくいけまし写真集を、えー、パリほどの地で販売するとかっていうことがもしもできたりしたらもう本当にとんでもない展開になるわけですけどもただ人にこれもですねやっぱり。 何かこうカメラ楽しいなって僕もこの5年間自分が一人一人でってわけじゃないんですけども多くの方々とねつながりながらただ一番根、ね、っこなのは本当にカメラが好きそれで撮る写真が好き表現が好きっていうところを皆様と共に共有していたとでいまだにやっぱり自分であの俗に企業案件っていうところはほとんどせずにキヤノンのキヤノンのカメラもねガンガン解,あの解説してましたけれどもこれもいつもね あの勘違いされる方もいらっしゃったんですけども、キャノンからお金をもらわずに自分で全部買って解説していたと。だから今、まあキャノンのカメラよりも、ぶっちゃけですけれども、ライカのカメラの方が自分の、えー、この撮影スタイルに合ってるっていう風になってきたら、小型でよく映ると。っていう風になってくると、今はあの基本的にはライカのカメラとかを中心に使用しながら、そのカメラの使用感とか、それによってどういう風に撮れていくかとかっていうところも解説していると。なので 自分自身がもう本当に思ったこととか好きなものだけを紹介しているって感じなんですけども、そういった中でやっぱりね、例えばですがライカを通じて、えー、っと今回のこちら、LSK のグループっていうのは、まあ、ライカのカメラがつないだ中でもあったりするわけですよね。まさにこれが、このカメラを買うことによって別にライカだからとかじゃないんですよ。あの、ソニーでもニコンでもキャノンでも、えー、オリンパスでもよくて。 カメラを買うことによって、いや、カメラで撮る写真、カメラって楽しいよね、とあのスペックってすごいよね、とかでも楽しいし、それで撮った写真の表現、わ、こんな風に撮れるの、いや、自分も同じカメラ持ってるから、そういう風に撮ってみたいとか、そういうまた目標が生まれる、この面白さっていうところ。あとは、引いてはそうやって、まあ、カメラの話、写真の話をすることによって、逆に言うと、友人との楽しい時間ですよね。ここに えー、ここに関しては楽しい時間はこれまさに利害がないじゃないですか本当に横つながりというか別にクライアントでもないしね本当の意味で、えー、場所年齢そういったところを飛び越えた地域とかを飛び越えた友人として今は SNS もありますからつながれますよねで割と離れた場所に住んでてもどっかで待ち合わせして一緒にフォトウォークするとかまさにこのフォトウォークとか友人と写真を撮る楽しさみたいなところが今回のこの LSK 旧来華三兄弟の 大きなテーマになってます。なので皆さんもぜひ今回この1月24日からアメリカ橋ギャラリー恵比寿にあります、えー、東京の恵比寿にありますアメリカ橋ギャラリーで1月24、29日までやるんですけれども見ていただくことによってあ、写真仲間って楽しいなみたいな。まあ、そのましてやその何て言うのかなあいつがうまい俺は下手だとかそういうあいつあのカメラを変えて羨ましいとかじゃなく本当にフラットに付き合える友人と えー、気兼ねなく取り歩くフォトウォークしかもましてやまああるいい年のおっさんがですよまるであの小学生のようにキャッキャッ言いながら、まあ、僕らの年代で言うと「ドラクエ3どこまでクリアした?」みたいな「どこまで進んだ?」みたいなそんなトークを「いやこのライカの M 型ライカってこここうやるとこの機能結構使えるよ」とか「スリープモードは。 あの、オンオフで立ち上がりが遅いから M11 は、スリープモードは、えー、基本的には30分にしといた方がいいよとか、<laughs> そういう、あ、10分にやして、10分にしといた方がいいよとか、なんでスリープさせないように努力する方が M11 からいいよねとか、<laughs> こういう会話とかになるわけですよ。これってさっき言ったドラクエ、どこまで進んだみたいな話と結構僕は禁じしてると思ってて、ここにこの情報を教えてやったから、 見返りを求めるみたいなことは一切ないわけですよね。ね、聞いて聞いてみたいな感じ。この感覚、ニュアンスっていうところですね、ぜひとも今回のこの写真展、そして写真集、この写真集の中身構成もですね、ちょっとね、やっぱり小池源さんに組んでいただいてるんですが、小池源さんもまた憎い演出と言いますか、ちょっとこう、うん、胸がキュンとなるような、ちょっとおじさんの青春感が入っているような構成になっていてて、僕もすごく、 また新たな新機軸。もうこれ、なんていうのかな。この、えー、LSK フォトウォーク Day 2の展開までがもうすでになんか見えるようなね。あの、なんていうのかな。コンセプトとか、写真の並びになったりするんですよね。あの、まあ、手前味噌みたいなね、自画自賛みたいな風に話しちゃってますけども、本当にすい素晴らしい構成になってるなって。これ,これはなぜかというと、自分らで構成せずに、ある意味全て小池原さんにお任せしてるっていうのもあるので、まるで、えー、他人が作った、 写真は自分で撮ってるんですけど、他人が作った良い物語を見せていただいてるような気持ちになって客観性が持ててるんですよね。この辺も皆様と共有したり、会場の空間もね、えー、今ちょっと石井さんといろいろ話しながら、あの、こういう風にしたら、本当に写真仲間、写真友達のような演出ができるんじゃないかと。それもうまくこのゾフォートの、要はチェキ、チェキのフィルムっていうか、このチェキを吸い出すことによって、 そういうウォールを作ろうと思ってます。そういう場所をね。そういうことによって、例えばですが、まああのまあ、写真のね、そのチェキも、チェキも、例えば僕は、それぞれの、えっ、ー、と、石井さん、僕、ドリキンさん、各一人15点ずつぐらい、一つの壁にチェキウォールを作ろうと思ってるんですよ。で、僕は今回、皆さん、みんなの作品、僕、石井さん、ドリキンさんの作品は、例えばこの、えー、フォトウォークした中から作品は展示する。 だけど、それ以外にもですね、このフォトウォークの後にみんなめちゃくちゃ撮ってるわけですよ。ドリキンさんはサンフランシスコで撮ってるし、僕だったら例えばこれゲイズボリューム9が出てるでしょ。で、えー、石井さんだったら、えー、もう今まで、今それこそ展示しているこちら。ね、まあもちろんこの、この同胞じゃできないかもしれませんが、こちらのね、石井さんだったら、えー、銀座シックスと、えーよ、横浜総合でやってる、この石を積むっていう写真展の、えー、アザーカーとかも絶対あるはずですよね。 それを例えば、その写真もチェキで出せるから。だから、例えばそれを石井さんに出すでしょ。で、ドリキンさんはサンフランシスコで今どん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 めちゃくちゃ社役を空いた感じで写真を撮ってて、それをチェキに出すでしょ。で、僕はこれ、例えばですか。ゲイズボリューム9。これの写真展はやる予定ないので、いっそのことこの中に入っている写真をチェキで出して、そのチェキもね、販売する予定です。エディション1、一点物として。なので、 それをまあ、あの、比較的ね、皆様の、なんていうのかな、あの、ご購入しやすい、あの、価格でね、お渡し、お譲りしようというふうに考えておりますので、そういう作品を、えー、チキの作品とか、実際の展示の作品も販売しようと思ってますので、ご購入いただいた方とかを、例えばですが、チキで撮らせてもらって、壁に貼っていくことによって、例えばですが、えー、LSK のメンバーといいますか、今回の、 展示の中でこういう人との人とのつ人と人とのつながりが生まれていったよっていうふうに写真展が終わる頃には大きなその人,人と人との輪みたいなところが一つの壁がね埋まっていくみたいなそういう演出やっても面白いかなと思ってましてなのでカメラっていうものがですねもちろん自分自身の表現ツールでもあるんですがこういったチェキなども通じたり今回の写真展そしてグループ展などを通じて 人と人とが一緒に合同、合同点のような感じでフォトフォークしながら一つの目標といいますか展示物を作り上げていくというこういう姿を皆様に見ていただくことによって一人だとどうしても何か、なんかまあどうしていいか分かんないというか個典とかもねかよくどうしてやっていいか分かんないという方々もグループ展になると意外とねあの気軽に参加できるっていうところもありますよねなのでグループ展の一つの新たな形のご提案を 今回この LSK で、えー、できたらいいなと。そしてこれがまたね、今はドリキンさん、石井さん、僕の3人ですけれども、もしかしたらですけども、どん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 輪が広がっていく可能性があります。おそらくは広がって、広がると思いますので、それも会期中にですね、えー、より広がった輪この LSK のグループが広がっていく姿も、えー、YouTube や、えーまあ、ライブ配信などを通じてね、皆様にご提案できたら面白いのかなというふうには思っておりまして、 ぜひともね、あの、<laughs> 楽しみにしていただけたらと思います。いや、本当にカメラを買う理由とか、写真を撮る理由っていうところが、やっぱりだんだんと、あの、まあ、昔もあったかもしれませんけど、今までは写真って僕、ソロ活動っていうふうには、基本的にはソロ活動ですよ。僕も自分自身がね、今後、パリを目指すっていう中で、やっぱり一人で撮り続けていかないのはいけ、いかなきゃいけないのは間違いないんですが、時々友人と集まって、同じ場所を練り歩き、そして、同じ場所を撮り合うことによって、 それぞれの表現の違いを体感してで刺激にするとそういう中で一つ形にしてまたフォトウォークのデイーになるっていうこういうストーリーが生まれたら面白いなとそしてご参加いただく皆さんも例えばそういったチェキなどをチェキや作品などを購入していただくことによってつながりがどんどん僕らの作品を生活の一部にしていただくっていうのは大きなつながりですよねそういったところを逆に言うとまあチェキで撮らせてもらって僕らの の顔写真のチェキとかもあるわけですよねそこに展示しようと思っててで,、ね、でそこに皆様を撮らせていただいたのを貼っていくような感じっていうそういう流れとかもできてえー、やっぱまあベタですけど友達っていいよねみたいな <laughs> 展覧会にできればなっていうふうに考えてる次第でございます。<laughs> っていうとことで今日もお疲れをお過ごしください。西田でしたどうも